ゾウのエルザを乗せてアニマルタウンを目指して出発したシュッポくんたち、行き方もわからなくてどうなることかと思ったけど、なんとか途中駅のランチタイムに到着。ところが美味しいお店がいっぱいのこの街で、マコトくんたち行方不明になっちゃったの。なんとかゼットが連れ帰って出発したのはいいんだけど、今度は建設中の駅にぶつかって行き止まり。どうするのシュッポくん。とんでもない回り道。この先は工事中で通行止めだって言ってんだろ。あとどのぐらいで開通するポ？開通なんていつのことやらわかんねえよ。ほらほら工事の邪魔だ、早くどかねえかい。僕たちアニマルタウンへ今日中にこの像を届けなければいけないんです。アニマルタウン？なんだお前たち、アニマルタウンへ行くのか。アニマルタウンのオープンのお祝いにこの像を連れて行くだポ。そうかいそうかい。実はな、アニマルタウンにはうちの猫も特別参加することになってんだ。トラキチって言ってよ、もうめちゃくちゃ可愛くってよ。よし、わかった。どうしてくれるの？ダメ。ガキだって、この先はまだレールができてねえんだからよ。なんか回り道があるんだ。ホントかっぽ？そこの駅の手前を横にそれてよ、しばらくどんどこどんどこ行ったら二つに分かれてっからよ、それを右に曲がってきゃアニマルタウンなんざ一直線よ。右に折れるんですね。ありがとう。おう、気をつけていけよ。俺のトラキチにもよろしくな。ん？右？右っつうのはこっちだよな。あれ？うわ、違う違う違う、間違えた。左だ、左、左に曲がんねえとダメだ。おい、左だ。いやー、助かったっぽね。ここだ、ここを右に曲がるんだ。クレーンのおじさんが教えてくれなかったら迷っちゃうところね。はぁ、安心したらまた眠くなってきちゃった。私も。今度は何？レールが3つに分かれてるポ。これは弱ったポ。こんなにたくさん線路があるなんてクレーンのおじさん言ってなかったわ。とにかく一つ一つ行ってみるしかないよ、しっぽくん。一番右の線路から行ってみよう。分かったポ。どこへ行きなさる。え、この先は行き止まりじゃ。この線路じゃなかったんだ。シュッポくん、引き返そう。次は真ん中だポ。行き止まりだポ。ここも行き止まり。残るはこれ一本だっぽ。きっとこれが正解だっぽ。また上がり道だ。とにかく行ってみるっぽ。もう一か八かだっぽ。どこを走ってるか何が何だかわからなくなってきたポ。とにかく進むしかないよ。アニマルタウンってこんな山の中にあるの？ちょっとちょっと、ゾウのガチャが外れちゃったわよ。ずっと